これだけ直させてくれ、これだけ。よっしゃー。はい、おはよう、クラウス。じゃあ、何しようか、今日は。火曜日から学校が始まるよ。あ、そっか。そうだね、楽しみ。その通りだよ。心の準備はできてる？そうだよ。大丈夫だから。なんだろう。でも楽しみかどうか確認したいような感じもあるけれど、どうだろうね。心の準備はできてる？うん、そう思う。心の準備はできてる？うん、そう思う。ちょっとずれてる感じもあるけど、まあいいか。色鉛筆もあるしね。どうする？ボールで遊ぶ？若干間が持たないからボールで遊んでるだけのような感じもするけど、どうする、クラウス。楽しかった？うん、あ、終わっちゃった。何しようか。朝起きたんだから洗顔する？違うな。どうする？ご飯だな。はい、食べなさい。謎のオートミールを食べなさい。美味しいかい？今日はあれだね。これだけなんだね。いい？ねえ、今度は何か違うものも食べられる。悲しみ。ごめん、こればっかりたくさん食べたよ。あったかいものが食べたいな。これどうしたらいいんだろう。そうだね、もうすぐ仕事を見つけるから、そしたらもっといいものを食べられるよ。おいしいものを買うには仕事を見つけたいとね。仕事を探してみるよ。悲しいな、やばいな。そうだよね、良い仕事について食べ物をたくさん買えるようになるよ。見ててね。どうだろう、こっちの方がちょっとポジティブな感じがするかな。見といてみたいなね。パパの仕事ぶり見とけみたいな。わーい。仕事を見つける？求人情報があります。書斎に行って。あ、わかりました。今日は日曜日だから森に探検に行かない？おー。毎日買い物に行かなくてもいいよね。きっと食べ物も見つかるよ。え？森で？直で？探す感じ？それに日曜日はお店も閉まってるからちょうどいいよね。まあそうなんだけどね。ちょっとやっぱりまあ戦後間もない感じですので、まあ今の感覚とは違うんだよね。屋外の新しいエリアがアンロック。森と湖。じゃあ行ってみようか、一緒に。はい、じゃあこっから、飛び出ていきましょう。外の世界に。どこだ？こっちか。違う画面だね。こっちの方だね。森と湖。あ、見て、たくさんあるよ。キノコめっちゃ生えてるじゃん。キノコってさ、でも、あんまり素人が取っちゃいけない。なかなか難しいね。マッシュルームだ。ちょ、もう一個取っとこう、マッシュルーム。全部、刈り尽くしてしまう、マッシュルームね。めっちゃ汚れてんじゃん。大丈夫か、クラウス。マッシュルーム出てきたな。マッシュルーム大好きだな。マッシュルーム料理を今日はね、作っていこうか。他になんか、できるとこあるか。めっちゃ汚れてるけど。特に何も、あ、これは何？ブルーベリー。まあ、取り尽くしたかな。誰の土地かは知りませんけども、ちょっと取り尽くしたので、じゃあ帰って、何か料理を作るっていう流れですか、これ。お！出た。ブルーベリー。これをポチッとな。なんかできた？なんかできていく？なんだろうこれ。ブルーベリーのスープ。ちょっと待って、クラウス、めっちゃ汚れてたわ。ごめん。あ、出た。ブルーベリーのパン。そして、マッシュルームは？あ、ごめん。作れないわ、俺。すまんな。パパ、ごめん。間違えたわ。段取り間違えた。風呂入ろう。暗い中風呂入ろう。ごめんな。クラウスごめん。ちょっとパン作ったけど、とりあえずは、あれもうこれ、ちょっと洗ってあげたいんだけど、なんかね、足りないみたい。これ、やりくり難しいな、上の、なんだろう、丸。これ、時間のタイムスケジュールと、ちょっと俺、こういうの大丈夫かな。洗面器で、顔洗ってやればよかったのか。こうだよね。これでいいよね。お風呂入んなくても、お風呂入った方がいいけど、これで洗ってあげてからのご飯食べよう。ほら食べなさい。足りないんだよ。どうしたらいいのこれ。難しいな。ごめんクラウス、ブルーベリー次の日に置いとけばよかった。食べたかったよね。これ明日の朝になっても大丈夫かな。ちょっとカピカピしてる感じになるけど食べれるよねきっと。じゃあ、寝るか。結構最初のチュートリアルが多分終わったんで、少し突き放された感じありますよね。さあやりなさいみたいな。どうしよっか。寝る？これかわいそうなことしたな。ごめんな。じゃあまあ寝直しよ。寝れない？まだ寝れない？どうするどうする？クラウス、ボールで遊ぶか。いや、何にもできないんだって。あ、あれ？なんでだ？求人情報が読めたぞ。
求人情報じゃないか、普通の新聞かなこれ。古い工場で働く人募集、月から土曜日のフルタイム。フルタイムで働いちゃうと大丈夫かな、クラウスと触れ合う時間が難しくなんないか。いやでもそんなこと言ってる場合じゃないよね。何がともあれやっぱりお金が必要だ。応募しよう。タップして手紙を書く。工場の仕事の広告を拝見しま、した、応募したいと思います。一生懸命働きますので、フルタイムのお仕事をいただければ幸いです。ぜひご検討ください。手紙送ります。いや、これでいけるっしょ。パパ頑張るよ。さあ、じゃあ、寝よっか。ごめんな、今日何にも食べてないんじゃない？クラウス。パパごめん。でもまあ、湖にさ、取りに行ったから、それでなんかこう、楽しかったよね。なんとなく。じゃあ、寝室に行こうか。やばい。大丈夫かな？ごめんな。と、本読む？お絵かきしたよ。え？今日お絵かきしたよ。いつの間に？いいアイデアがあるの。なになに？お金を稼ぐお手伝いだよ。ごめんな。ごめんな、パパの心配してくれて。いいアイデアだね。二人で一緒に頑張って仕事しようね。君はそんなこと考えないでいいんだよ。それは私の仕事だよ。大人のね。優しいね。君はいい子にしてくれてるだけでいいんだよ。どうしようかな。まあ、二番目か三番目だなと思うんだけど、やっぱりまあ、俺に任せとけ感を出した方がいいのか、せっかく考えてくれたんだからの優しさを褒めるかどっちかだよね。うん、いい子にしてくれてるだけでいいんだよっていうのもなんか突き放した感じもあるけれども、まあ、君はそんなこと考えないでいいんだよって言ってあげた方がいいかな？え？あ、わかった。ごめん、なんかごめんな。お手伝いしようとしただけだよって。びっくりマークついちゃった。ごめん。あのお話を読んでくれる？読もう。読んであげるよ。ダメ、明日ね。あれ？やばい。遅いから、選択肢にない。もう遅いよクラウス。もう寝る時間過ぎてるよ。ダメ、明日ね。もう遅いよクラウスって優しく言ってあげた方がいい。ああ、じゃあおやすみ。ごめん、なんか今日パパグダグダだったな。ちょっと明日から頑張るわね。フルタイムで仕事多分いけると思うんだ。素敵な手紙書いたから。今日リブが帰ってくるんだね、おばさんとこから。よかったじゃん。お昼遊びに来てって言ってた。あ、じゃあ行ってらっしゃいな。あ、手紙が来てるよ。求人応募について。工場の仕事に採用いたします。やった。8月21日以降でのご都合のいい日から仕事を開始してください。だったら速攻で。え、クラウスいつから学校だっけ？なんて書いてあるの？いい知らせだよ、本当に。工場の仕事が決まったよって教えてあげるか。ありがたいことに仕事が決まったよ。でも、日中は一緒にいられなくなる。そうだな、フルタイムだもんな。これで稼げるよっていうことを言って、かなり心配してくれてたから、ね、幼いながらに。いられなくなるっていうことをでもちゃんと伝えた方がいいよね。いいよね。この後リブと遊ぶ素敵なイベントが待ってるから、それで相殺されるかもしれないから。寂しくなるな、本当にな、クラウス。ごめんな。パパ頑張るからな。一緒に仕事行ってもいい？大人の仕事だってできるよ。いやー、無理なんじゃねえかな。もっと大きくなったら一緒に仕事に行けるかもね。工場の仕事なんて退屈だよ。遊んでた方が楽しいよ。本当にな。まずは学校でお勉強だよ。今はそれが一番大切なことだよ、と。まあ確かにね、子供の、本文は勉学に励んでいただくことなので、でも一緒に仕事に行けるかもねっていう、こう、希望を残しとこうか。でももう大きくなってよ。そんなのずるいよ。ずるい？どうしよっか。ごめんな。顔洗ってないでしょ。顔洗おうぜ。はい。ゴシ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 。ね、すべてを忘れなさい、これでね。はい。はい、やったー。昨日の、よかった。ちょっとね、カピカピになってるかもしれないけど、多分食べれると思うんだ。食べなさい。はい、どうぞ。美味しい？昨日取ってきたやつだから。自分で取ったものは美味しいんじゃない？感想なし？マジか。まあ、いっか。じゃあ、リブと遊びに行くまで何する？どうしよっか。やっぱりボールで遊ぶか。それしかないもんね。やっぱりね。
まあ、テレビがあるわけじゃないしね。お外に遊びに行くっていう選択肢もあるのかな。家の中でしか遊べないんだろうか。古い服をすぐ直してくれるの？どうした急に。嬉しいよ、この服気に入ってるんだ。穴が開いちゃったけど、穴の開いた服は嫌だもの。ああ、そうか。そうだよね。ありがとう。いえいえ、どういたしまして。あ、行ってくる。行ってらっしゃい。気をつけてね。はい、作る。時間があれば物を作ったり修理したりできます。キッチンのテーブルに行ってみましょう。あ、そうなんだ。キッチン。で、テーブルに行くと、このハサミマークかな？はい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 。彼の服を直してあげれるのかな？結構、同じとこ破ってるな。なんか癖があんのかな？まあ、可愛らしい。こっちの服の方がいいかな？これを直してあげたい、私。はい。はい。はい。これタップしていくと、ああ、そういう感じで直すんだね。なるほどね。あ、じゃあこっちも直せるか。残ってるもんね、時間は。もう直しといてあげよう。かわいそうだから。はい、行くよ。ドーン。まあな。おお、おかえり、お、びっくりした。ただいまリブと遊んですごく楽しかったよ。ね、絵を隠したよ。見つけてみて。ここに？この家に？あ、そうな、あ、隠してないよ、クラウス、これは。これは隠してるって言わないよ。でもまあ、ちょっと見せてもらうね。あ、素敵な絵じゃないか。レインボーだね。いいじゃない。あれ、リブって女の子だったの？俺完全に男の子だと思って喋ってたわ。マジか。大丈夫か。やるなぁ。幼いながらに。ねえ、プレゼントしてくれた色鉛筆で描いたんだよ。ありがとう。そういうこと言ってくれるんだね。虹の色を全部塗れるね。気に入った？気に入ったよ。すごくいいね。とってもよく描けてるよ。一生懸命描いたんだね。かわいいね。よく描けたね。どれでもいいと思うんだけど、まあ、すごくいいねって褒めてね。うん。素直に褒めましょう。本当にそう思う？はい、ありがとう。よし。よかったよかった。いいんじゃないか？お風呂でも入る？お風呂先入っとこうか。ねえ、外行って散らかって、外行ってさ、だって、うん、汚れてるから、リブと何して遊んだのか知らないけれどもね。これで綺麗になったかな？ OK？ よし。服も着替えてるね。なんか変な染みついてたけど、これで大丈夫。さあ、どうしよっか。ご飯でも食べる？いや、ご飯じゃないわ。あ、これ直したよっていうのを教えてあげた方がいいのかな？これ何？さらに直せる？あ、なるほど、こういう感じなんだ。俺、間違えてたわ。あ、もう寝てもいい。やばい。これだけ直させてくれ。これだけ。よっしゃー。ご飯食べた？大丈夫かな？俺結構ご飯とか、ごめん。寝よっか。やばいな。いやでも新米パパだから、ちょっとね、段取り悪いところはちょっと許してね。あ、明日から学校だね。朝起きたら学校、不安でしょう。うん。学校って、どんなところかな？そら不安だよね。少し緊張してるみたいだね。学校は楽しみ？きっととても楽しくなるよ。いい子にするんだよ。心配いらない。大丈夫だから！心配いらないよ、大丈夫だからって一見いいようには見えるけれども、あんまり解決してないんだよね。少し緊張してるみたいだね。学校は楽しみってちょっと聞いてあげた方がいいよね。わかんない。そうだと思う。なら大丈夫だな。うん。たくさん友達ができるといいな。そうだね。一生懸命勉強すれば大丈夫だから、それにもし誰かが意地悪したら無視すればいいよ。無視すりゃいいのかな。いい子にしてれば大丈夫だよっていうのもなんか適当な感じもするけどな。いい子にしてれば、無視しちゃダメだよね。そういうことを教えちゃダメだから、まあ無視してもいいけどね。いい子にしてれば大丈夫だよって、うん。約束してくれるのか。いい子だな、本当に君は。寝る前にお話聞きたい。あるあるある、大丈夫だよ。ダメや、ちょっと待って。この時間配分難しいな。もう遅いよ、クラウス。もう寝る時間過ぎてるよ。明日ね。ごめんな、クラウス。もう遅いんだわ。ごめんな。ちょっとめっちゃ本読んであげたい。寝た。速攻で寝た。なんか、ごめんな。